しそうだね。川からの風が気持ちいいね。こっちでも泳げるのかな。無理でしょ。上流と違って汚れてると思うし、それに深いよ。どうしよう。あれ？あれ、うわあ！太陽じゃないよね。反射にしては変だよね。それになんでだろう、水が全然隠れちゃってる。ちょっと行ってみよう。うわ、霧？霧があんな風に発生するかな。そうだよね、変なの。あそこだけ消しゴムで消されたみたいだね。そんな感じだね。え？京介、こんなの見たことあるの？あの時、京介ちゃんが言ってたのが、これ？元の川だね。
何だったんだろうな、あれ。変だよね。ほら、僕らこの前図書館で調べたでしょ。その時、京介が言うようなの見つからなかったし。信じてくれるかな。夢でも見たのかって言われそうだよね。大人には秘密にしておいた方がいいよ、こんなこと。なんか怒られそう。そう、そんな感じで。そうじゃなくて、あれ、人が倒れてない。本当だ、大変だ。喧嘩かな。とにかく行った方がいいよ。とにかく誰かに知らせないと。警察。大声で叫ぼう。誰か電話してくれる。うわ。おはよう。
わかった。終わったらすぐに戻ってくるの？私の方を断然おすすめするよ。楽しいかなと思って。あ、お金のことなら心配しないでいいよ。パスポート持ってるから。うん、なんでもただ乗り。中で特上寿司が食べれるわけじゃないしね。さ、じゃあ早速回ろうよ。ん？京介ちゃんが分かっていないなら教えてあげるけど、これ
それでもデートのつもりなんだよ。まあまあ、そんなに深刻に並んでも。今時、小学生だって中の一つや二つはしてるんだから。ほらほら、さっさとなんか乗ろうよ。あのお姉さん、カップルですか？だって。でもその後、お似合いですよって言ってたでしょ。微妙に寂しいね、それ。あ、次はジェットコースターにしよう。うわー、ちょっと濡れちゃった。水に突っ込むやつはダメだね。不良品みたいだよね。